人で話してた大人の話を聞きたい。まあ、今回初でね、オラくん来るってなって、まあ、おしゃれなとことかがいいかなと思って、デイビスガーデンプレイスの38階に ある金丹に行ったんですよ。で、もう外にはもう壁一面ガラスになってて、東京タワーがバンって見えるわけですよ。一望できる38階で東京タワー一望できて、すごいいい個室だったんですが、なぜかよ。なぜか、すごいでかい絵が飾ってあって。そう、部屋に。部屋に。めちゃくちゃ巨大な絵が飾ってあって、その絵が、なぜか、女性の、その、裸の女性の、胸を写した巨大な写真が飾ってあって。意味わかんない。意味わかんない。本当に。マジで、巨大な、はいはい、女性の、うん、おっぱいの写真が。マジ？あれは本当に、あれ、だって家族で来たらどうすんのって思いますね。ねえ。とか、デートで来たらどうすんのってならない？あれ。なるね、あれ。いや、アートなんだよ。アートなんだと思うんだけど、うん、レベルが高すぎて、ちょっと僕は、僕たちにはちょっと、キョドっちゃいましたね、さすがに。やっぱあれを見ながら食べた肉うまかったっす、やっぱり。ユッケは。あの人が見たユッケはうまかったっすよ。うん。本当に？あれね、その絵の正面に座ったのよ。うん、いや、ボンさん正面でした。はい。俺と面はね。うん。絶対面チラチラ見せたはず、あれは。ちょ、やめてください。なんで、なんで面。キロキロキロしてんなと思ったんだよな。面が？まあ、確かに面、メガネかけてたな、その時。でしょ？うん。でしょ？面がメガネかけるときは、よく物を見るときだから。悪いな、本当。悪いな。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。